メガド。どうガバリです。今回紹介するスニーカーはこちらです。エアジョーダン1クロアオオリジナル、サイズが US8 26cm のめっちゃドープス。85年なんで30年ぐらい前のものになります。こちらは知り合いの古着屋さんの人に譲ってもらいました。めっちゃドープス、スーパードープ。この辺の黄ばみというか、これはこれで僕的にかなり鬼道ポイントだと思って、ジョーダン1をこう見続けてると、あ、オリジナルとかっていうのが分かるんですよ。昔のやつの方が若干素材がいいようなスウッシュがあります。このスウッシュとこちらの素材が、こっちの方が若干ツルツルしてる素材になってて、こっちの方は若干ザラザラしてる素材なので、こちら終端部分にはタグがついてます。インソールがもうちょっと使い切っちゃってて見えなくなって、アウトソールはまあ結構汚れてるんで、普通のジョーダマンと変わらない感じ。サイズ表記が内側についてます。あとアンクル部分、履き口にはウィングマークの刻印が入ってます。で、僕的にオリジナルの超鬼道ポイントなんですけど、スーパー鬼道ポイントはアンクル部分剥がれてるんですけど、これがオリジナルでしか今のところは出てこない現象になるんで、ここを見た時にこう剥がれてたりすると、あ、オリジナルなんだっていうのがすぐに分かって、まあ僕的にアンクル部分が剥がれてることがオリジナルらしさで、85年のものって一発で分かるのがかなり鬼道になります。鬼道を超えてもメガド、85年のものが見れるってのもすごい珍しいんですけど、85年のもの探してますって方いるとは思うんですけど、こちらを使用するってなった時にアンクル部分が軟化してたりいろいろあるんですけど、その辺をね踏まえて購入してインソールを入れて履くとか、綺麗にやっぱ気を使いながら履かないと破損する可能性があるんで、まあ丁寧に履けばまだね開けたりもするんで、よかったらこちら履いてみてもいいのかと思います。以上です。どう